タイミーさん、こちら佐藤です。紅しぐれ大根のですね、あの黒い幼虫、あれはですね、忘れましたが蜂の幼虫ですね。でその対応策としてですね、見てください、ガシャ、このピオ対策のために張ったネットを外しました。そしてですね、今ピオがやってるのはですね、その黒い幼虫をですね、ひたすらほら今食べてるんです。はい、これが一緒に葉っぱも食われちゃいますけど、確実にですね数減らせますね。すごい食べてる。で黒いのがどれだ、いっぱいいるかピオ、ん、笑いが出ちゃうか、あ、いっぱいいるかいピオ、どこいる、どこいる、食べてるところ取りたいですよね。ピョ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 、ほら食べた。あ、いいね、すごいですね。ピオさんがですね食べてくれるんですよ。今も食べてましたね。はい、カメラに攻撃してくるんであまり油断はできないですけど、黒いの見つけたらですねピオに教えると、ピョ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 、ほらこういう感じですね。ピーは茶間にですね、はい、食べていただくと、これはいいですね。はい、こんな形でですね、こんだけ大きくなればですね、さすがにピオもこの全部葉っぱを食べることできないと思うんで、いないですかね、見つからないかいピオ、ん、何せ、はい、見づらいっちゃ見づらいですよね。なんか見せた、おった、暗いな、下にコロッとか落ちたやつも食っちゃうんですよね。さすがですよ今日。食ってる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 。でもですね、シャタ農園ではですね、蜂の幼虫対策ピオにお願いしてますんで、はい、パクパク食ってますね。はい、以上、シャタ農園、シャタがお送りしました。じゃあ、また。